新型コロナウイルスの感染が続く中で、トヨタは在宅勤務制度について、9月以降は一定の出社義務を撤廃するほか、在宅勤務の対象者を増やして制度を拡充します。データ分析などは在宅で効率的にできるとして、工場の開発部門で働く従業員も在宅勤務の対象に加えます。 生産ラインで働く従業員にも今後、制度の適用を検討していて、在宅で何ができるのかなど課題の洗い出しを進めています。トヨタ自動車は IT 環境も整い、テレワークで十分な成果が出ているとしています。